ターの記録。あ、そういうこと？存在を固定してるのか。アキセ君に持たせちゃいけない日記だな、これでも。これ、あれか。未来日記が2つあるっておかしいよね。はい、どうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、未来日記。第22話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたクラシックリアクションシリーズアンケート部門ということでやっている未来日記なわけなんですけれども、今回で第22話ということで終盤にどんどん入っている、あと 1,2,3,4,5 話見ていこうと思うわけなんですけれども、前回イレブンスを打倒しナインスをね決死の努力でなんとか未来を変えることによりバックスを打倒できたわけなんですけれども、それの影響かその余波かわからないですけれども、デウスの寿命がかなり近くて世界の崩壊が始まりかけているぞっていうところで、アキセ君がデウスと会話をするっていう流れになってるので、今回そこら辺どうなっていくのかいろいろ注目していきたいと思います。それでは見ていきましょう。よーいスタート。さあ要件、さあもう前のループでもそうなってたの？ムルムル先生というノッチが組んでるのかな？だからアキセ君を警戒してる？うん。答えは？え？生き返んない？ルル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 ルユッキーに殺してもらうことが目的なのか？え、でも死んだ人間が生き返る、生き返らない、じゃ、ループ説はないのか？生き返らないならもうデスゲームっていう体裁を取る理由がほぼわからないんだけど。無駄じゃないか。何人死んだと思ってるんだ、このデスゲームが始まって。多少の揺り戻しがあるからこそ、みんな周りの犠牲を確保に戦っていたんじゃないでしょうか。どうなんですか？相当利己的な人間しか出ないんじゃないか、そうなると。何かしらの犠牲を払ってでも神になってやり直したいことがあると思うから、みんな時の神になろうと必死だったんじゃないでしょうか。戻らないというのはとてもとても悲しいことなんじゃないでしょうか。デウスさん、そこら辺のうまいこと辻褄合わせをしてほしいなと思っているんですけど、いかがでしょうか。ジョン・バックス、貴様は汚かったな。あっさりやられてしまったけど。さあ、これ絶対そうだよ。これ絶対過去のユノッチなんだよ。っていうかめっちゃ早く回ってない？かなり早回しでオープニングやってるような気がしなくもないんですけど、いかがでしょう。はい、行きましょう。12人の日記書を頂いてみようか。よし、レッツゴー。切断、悪空切断。さて、孫日記を使って結構電脳に強いんだな。え？なに？僕にも伝えて。ん？観測者？因果の記録。ああ、そういうこと？あ、未来の整合性を取るための存在なのか。そうか、だから肩入れは許さないって感じ？アカシックレコード、この世の全てが書いてあるやつ？アガシクレコード2枚使い。
やべえ。踊らされていたわけだ、ある種。ほう。ケースの事件。ああ。抑止力。目的。書き換えてる？一つ一つ日記にしてる？あ、存在を固定してるのか。記録を全部残してそこにいたっていう。お、あー、消えちゃった。間に合った？あー、証拠に残る。そうやって。そうか、未来を変える力を持ったならもう観測者じゃない。そこまで読んでたのか。でもアル君はすげえな。わお、さあ、やばい、崩れているぞ。でもデウスは桜見しない。いやけど、なんだ。いやー、もうなんか肝心なところが。さあ、直球で刺しに行ったけど、未来が見えるはずだろ。でも何をしてくるか、所有者の未来が見えるってことだから、ユノッチが何をするかは見えてくるはず。死んだ？さて、ああ、やっぱり。いや、読んでる読んでる。未来が変わってる？
探偵日記。うわぁ、これ、アキセ君に持たせちゃいけない日記だな、これでも。鬼に金棒すぎるでしょ。一番使っちゃいけない奴が一番使っちゃいけない日記を持ってる。メタすぎる。その先にいつも行っちゃう。踊らされる、マジで。いくらでも誘導できるじゃん、所有者を。さあ、生き返らない。でもやったことも変わんないよ。なら、完全に捕らえられてる。さあ、ユノッチはユノッチでえげつないタクを突きつけてるな。うわぁ、もう、あえてひなたちゃんに言わせるのかな。お父さんが、携帯、ユッキーのもとへ。話し中？うわぁ、なんちゅう、すごい手段、これで。うわ、もうこれもう完全にでもユッキーが踊らされてるな。うわ、友達がいなかったからこそこういう風に歪んで出ちゃってる。
何？未来日記？何？携帯？うわ、もう。卵が。唇と唇のコミュニケーションが。おう！よっ！日記が！入った！え？あ、まあ、でも、猶予はあるか。同期衆？天野くん？ん？あ？え、これ、あれか！え？本来の、本来のユノッチの日記？
ごいな。この子、えげつねえな。え、ユノッチが、フェイスも、同一人物。あ、デウス。ムルムル先生が、メール？首が！気になる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 。え、これさ、ムルムル先生がユノッチっていうか、何、本来のユノじゃなくて、ここ大だから言ってしまうと12プラス1いたってことだから、もともと、え、でも未来日記は生きてるわけだから、べっループじゃない？ムルムル先生が神になるために仕組んだっぽい雰囲気はあるんだけど、その代理としてユノッチ、まあ、どっかの多分世界線のユノッチが引っ張り上げられたとか。やばい、わ、ちょ、ごっちゃになってる。ちょっと待って、でも確かに、そう考えたら、未来日記が2つあるっておかしいよね。ぶっちゃけ。それは思うんだよね。それは、今回でなんとなく、分かってきた。分かってきたっていうか、それがすごい異質だよね。明らかに。だって、前の、この世界線のユノッチにすげ変わってることでっていうことだもんね。だって、セカンドが二人存在するっていうことがあってはいけないんだよ。ユノッチが二人いてもいいけど、セカンドが二人いるっておかしくない？契約不履行、どういうこと？はい、というわけで見終わったわけなんですけど、ユノッチが底知れない策略でアキセコを破ったわけなんだけど、やばいなぁ。いや、まあまあまあ思うことは後にしておいて、ユノッチが想像以上に頭切れるなこれ。めちゃくちゃいい、すごいね。本当にユノッチ大好きになっちゃったんだけど。いや、そうやって破るんだ。めちゃくちゃとんでもねえ日記やってきたと思って。アキセ一番持たせちゃいけない人に一番持たせちゃいけないタグの日記持っちゃってるじゃんみたいなこと思ったのに、ああやって破ってくるんだ。いや、ユノッチが恐ろしすぎる、なんか。ねえ。で、高坂君に言ってたじゃん、未来日記。ね、日記所有者相手との戦いに慣れてなさすぎるみたいなこと言ったけど。
どんな戦いをしてきたの？歴戦すぎない？いくらなんでも。やば、マジで、ユノッチ。でもさ、これ、アキセ君死んだけど、アキセ君の正体とかもいろいろ分かってきたわけなんだけど、いやー、これはでも、あの日記をああやって破るのか、いやーっていうのもあるし、いやーでもやっぱりユノッチ気になるな、ユノッチ気になるな、どういうことなんだろう。天野くんとユッキー、携帯が2台あるっていうのがちょっとよくわかんないんだよね。だってさ、いやでも、先に人が死んだ後の未来日記がどうなるかって、そういえば考慮したことなかったな、改めて考えたら。どうなんだろう、これ。すごい絶妙なところだな。日記自体は生き続けるの？でもデッドエンドになったら終わりだろ？でも、デッドエンドにならずに、ね、天野くんって書いてある日記が生きてる理由がわかんないんだよな。言ってしまうと、セカンドにユッキーの方の、何？ユノッチがすげ変わってるから成立しているのかと思いきや、セカンドが二人いるっていうのがおかしいんだよね。それがまずおかしい話じゃないですか、普通に考えて。だってね、増殖日記で増殖したわけじゃないし、なんか、そこがユノッチの今のなんか存在の異常性というか異様性がすごい現れてる感じがするんですよね。だって、普通は2個なくない？ループ説を考えたんだけど、そうじゃないの？だって、2つ存在するのがおかしいじゃん。だって、席に2人座ってるってことになるよ、だって。ムルムル先生？ムルムル先生が入り込んでる？だから13番目の日記所有者になってるってこと？管理して観測するつもりでムルムル先生は参加している？でもなんかムルムル先生とセカンドであるユノッチ、まあ言ってしまうとまあユノッチとどう言ったらいいかな、わかんないけど、だからユッキーと呼んでいる方のユノッチ、まあループユノッチ、まあなんかまあいいや、まあユノッチの方で言えばユノッチ、ユノッチ、ムルムル先生とユノッチは繋がっていて、何か目的を達成するためにデウスを貶め、そしてユッキーと結ばれるために動いているユノッチ。だけども、もう死んでいるガサイユノの方は、どうなってるんだ？まあ、ユノがユノッチに殺されているわけだと思うんだけど、でもなんで日記が生きてんの？ループじゃないってこと？だってすげ変わるのがループじゃん、基本的に。ドッペルゲンガー的にさ、なんか、何度も何度も繰り返しているっていうのがある中で、二つ存在するっていうのはすごいパラドックスが生まれる気がするから、そういうのはありえないと思ってたんだよね。だから、ユノッチが本当にガサイユノを殺すことで、セカンドの椅子をこう座ってるって感じなんだけど、日記が二つあるってことは、セカンドの椅子に二人座ってるってことになるわけですよ。成立するの？そんなことっていう風にも思うし。いや、これどうたどり着いたんだろう。真実気になるって、もう最後の最後にさ、最後の最後にさ、いや、マジで23話まで見ちゃおっかな、どうしよっかなっていうところではあるんですけど、すごい悩ましい。どうしよう、どうしよう。あれ、スケジュールどうなってたっけ？あれ、ちょっと待って、気になるんだって、めちゃくちゃ気になるって、ちょっと待てよ、ふざけるなよ、こんなところで切らないでよ。続き気になりすぎるって、マジで。いやー、キセ君がついにバトルに参戦したかと思いきや、やっぱりユノッチ強えっていう風になったけれども、それ以上に謎が残っているわけです。これはどう処理したらいいんですか？僕の頭がパンクしちゃいそうでございますっていうところであるんだ。いやー、マジで気になる。わからないわー。いやー、これは気になる。マジおもれ。未来日記おもれ。本当に、でも死ぬ人生き返らないの？生き返らなかったらもうこの未来日記っていうさ、神を作るっていうさ、なんかこのコンセプトというかさ、なんかデスゲームにする理由なくない？もっと、もういいじゃん、じゃんけんでだ。じゃあもうじゃんけんでよくない？未来読んで、だから運が強いやつがもう神でよくない？だってさ、死んだ人も生き返るからみんな頑張ってるわけなのにさ、いやーこれもう謎が深すぎるってマジで、いろいろと気になりますね。はい、というわけでちょっと次回以降どうなっていくのかいろいろと注目していきたいところでありますけれども、今回はこんな感じで終わろうと思います。はい、というわけで最後までみんなで一緒に駆け抜けていきましょう。以上、未来日記第22話でした。バイバイ。